やめて、サッカーボールじゃないから。おお、抜けてくんのかよ、お前。どうも、エルザです。それでは、ダークソウル3やっていきたいと思います。前回普通に進んだので、ソウルも溜まって買い物してたんですけど、この塔の鍵っていうのをね、ちょっと、使えるなら、探してみようかなと。ただ、裏って言ってもさ、裏あったっけと思って。で、ほなね、こう散歩してた時に、あ、一回火に触れないとダメか。あ、こっちがね、なんか行けたような気がしてね。そうだね。一回火に触れてからだな。よし、行こう。お？かっこいい。火のなき灰だな。そして次にも玉座を捨てた王を探しているそうだろ。赤い瞳をくれ。あ、これね。はい。ああ、なんだろうね。あ、あと、あ、いや、倒してないからいいか。あとはここ脱出するからこっちだね。ああ、これのことか。やっぱなんかあるね。通る。おい。こっちは何もない。なんかあるのかな、こっち。ここ敵出てきたら嫌だねー。あー、で、左側を降りれるようになってるね。おい。うん、普通に上の方に進んで。雑魚敵はいないのかな？なんか見当たらないよね。お、なんかある。いないよね。さすがにね。カボタンの魂。なぜカボタン？あー、じゃああれは、これ先代ってこと？このカボタンの魂は。そうね、魂だもんね。他のソウルと一緒だね。うわー、お宝が今一瞬見えた。行っちゃう？そこだと思うんだよな。えい、もう一発でいけた。あー、ちょっと待って、あぶなー。エストの指輪、エストの指輪、エストの指輪は、あー、いいね。回復量上がるのいい。重量、出血耐性はいらない。記憶、呪術、魔法、
あ、結果良かったね。あ、弓持ってたのか。盾装備して。ああ、カボタンよね。カボタンの格好やね。はいはいはい。やべえ、ただの変態にしか見ねえ。よし。女装ができるようになったんで。女性キャラだったらよかったかもね。ね。男性キャラだから。あ、で、ここに繋がるんだ。へえ。刀野郎のところか。あー、なるほどね。あー、進めよう。いやー、でも、あれだね、ショートカット作るまでが本当、距離長いね。下行ける。おお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 イエーイ。悔いはない。ああ、これがあるから弓は最高。ああ、火力上がってるね。いいね。ロイドのは指輪か。買わなくてよかったね。一時的に戦えるやつ。ボルト。いや、でもボルトがあるっていうことはそういうことだよね。ご苦労様です。これを下に降りていって。びっくりしたー。あーはあ。ああ、上行けるんだ、しかも。ブスリ。どうまい。下は下でなんかいけるんだね。あのスライム全然反応しなかったな。これさ、下。誰もいないんだね。なんかいそうな感じがするけど。回復するね。残り B。
で、ここさっき弓の人がいたような気がしたけど、自爆したのか。あは。あー、アイテムが取れるだけ？うん、それだけっぽいね。いた。そしたら、あれ絶対ミミックだよね。ほらこんな狭いところで戦ったらやばいって。おお、うわー、めっちゃ待ってるー。やめて、サッカーボールじゃないから。おお、抜けてくんのかよお前。やばい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 。いやーマジで画面がわけわからなくなるのは無理。あ、展示だ。へえー、これも渡せるねー。ああ。ああ。うい、おお、ダメージー、イエーイ。あれあれ、こんな簡単でよかったの。まあいいや。あー、しかもこれ落ちてるやつか。あ、多分ね、制作側の意図としては、もうちょっと手こずってくれる予定だったと思うんだけど。いるね。なんか侵入されたね。ああ、いるわ。やば。おお、マジか。超迷惑じゃんお前。いいね。はい、終わり。トゲの直剣、トゲの盾。あれ？え？巨人
巨人2体いんの？え？違う。めっちゃ頭ガクンガクンしてんだけど。あーで、こっちだね。あーこれしんど。あー動いたわ。あーでも戻んのか。2体いるのは聞いてないねー。1体しかいないと思ってた。あんなでかいやつ。やば。1体じゃないんだね。で何もなし。もうちょっとこうくれるかなと思ったけど。え、なんだここ。うわあ、待って、お前、何、やばい。あ、勝ったわ。あー、呪いね。ご苦労様でーす。エルドリッチ。エルドリッチ。致命攻撃時に FP 回復。あー。まあ、いっかーって感じだね。で、問題はあれだなー。そっちの巨人をどうにかしないといけない気がするんだよな。あと、あそこ開けると正面突破できそうだね。いや、ほんとよ。たまたまうまくいってるけど、ナイスじゃないっすよね。ほんと、たまたま。聖女。ああ。シリーズね。で、これ正面が開く。ああ、もう一つ開けるんだ。どうしよっかな。あの、巨人倒す用の弓足りるかな。捕まった槍か。あー槍か。槍使わないんだよねー。あ、しかもここはアイテムがあるだけだね。とりあえず矢で削れるなら削ってっていうやり方にしよっか。
なみに、あっちね、階段が見えるのよ。なんかこっちもとか思ったりはしたんだけど。あれ？扉がある？いや、違うか。おー、これはもしかしたら やっぱ頭グワングワンするな。いけー、やっぱダメージ高いね。ダメージ下がるもんなー。もう強行突破するだけか、そうなると。だね、やっぱそんな感じだね。あ、とりあえず倒せる場所に移動して、これだったら、うわー、届かないんだ。難しいねー。あ、能力足りない。やべ、気持ち悪いのがいた。どこでしゃがむ？ライフ見えないんだよね、高すぎてね。見えねえな多分ね、削れてると思うんだよ。痛いね。いやー、難しいか。もう先進もっか。なんかすげえのいるな。痛い、地味に痛い。お、エストがもらえた。
よし。残り B。ちなみに、あ、結構削れてるね。あれ、倒そう。あそこまで削ったんだったら。地道だけどね。マジか。ワンテンポずれた。うい、ちょっと長押しにするとバックスタ取りやすいんだね。お、何くれる？鹿。ああ、聖騎士。あ、まあ、ああ、対残が落ちるのか。ああ、でもなんかそれっぽい格好になったね。え？危なそうだから倒しとこう。お、なんか落ちた。鏡。あーってことはこの先ボス。あー、ここまで来たか。じゃあとりあえず巨人倒し行こう。イエーイ、25,000。いやー、ずるさは健在だね。ドランのより、あー、ドランシリーズか。あっちもいけるんだね。じゃあ、ちょっと戻ろっかな。総追。ええー、面白そう。後で見てみよう。あー、だいぶかっこよくなったでしょう。ただね。ただ、この下がね、こうよ。今もうこれよ。もう、シワがやばいでしょ。ごまかしてるんだよね、装備で。いやー、地味にせっこいプレイで稼がんとね。どうしよっか、29,000。おー、ぐるって回ってきたね。あのね、顔とかに関してはデスするじゃん。デスの回数を重ねると、ああいう風に深闇の深みだったっけ、なんかそういうので彫りが深くなるみたいで、骸骨寄りになっていくというか、そういう呪いみたいですね。あー、召喚しよっか。アストラのアンリ。女性さんみたい。どうしよっかな、イルシールに。イルシールで行くか。あね、回復がほんとなさすぎてね。不安しかない。よし、行くぞ。さあ、どんなのが出てくるかな。今なんかドリ映った、こいつ。なんか移動していってるね。
アンリさん？アンリさん？見てないで、見てないでやってね。あー、行って乗り移るタイプか。はいはい。うおー、すげー、今の。タイミングバッチしすぎる。痛い、炎が痛い。なんか本体っぽいの出てきた。もうわかんないか。ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押し。ゴリ押し正義。あ、ありがとうございます、アンリさん。いいのかな、これで。いいのかなっていうぐらい、ゴリ押しが効くやつに対しては強気でいってる、いけてるのはいいね。ねえ。進めそうなところはなさそうだね、見る限りね。そしたら、ちょっとこれ触れると敵が出てくるから、ちょっと待ってね。今、4万ぐらいいってるね。でさ、まあ、ここ大体移動はしたんだけど、移動したのよ。したんだけど、やっぱあそこ行ってないんだよな、あそこ。なんで、ちょっと次回はあっち目指そうかな。探索だけして、うん。いやー、マジでゴリラ。いやー、多分ね、イルシールの墓地を先に、イルシールじゃない。アスガじゃなくて、なんだっけ、なんだっけ、カルサール、カルサール。なんでルだけ巻き舌になったかわかんないけど。カーサスだ。こっち多分ね、進めてたのがでかかったね。だから、こっちがだいぶ楽になるっていうかね。ただ、ショートカットが一つできてないから、まだね、ここは、深みはまだやってないところあるんじゃないかな。だから、前配信のしてた時に、聖堂がって言ってたから、聖堂、ここ抜いてたんだろうね、僕がね。じゃあ戻りましょう。いやー、脳筋最高。でも、片手剣ほんと強化してるから、ボコボコ削れるのはありがたい。そしたら、時給を2上げて、これで20が結構揃ったんだよ。あとはもう好きなのを上げていくみたいな感じかな。多分この辺りから武器も絞ってしまってみたいな。意外と生命力ガンブリとかね、持久力ガンブリとかにしてもいいかもしれない。1、2、3、4、5。で、5で回避ワンテンポくれるもんね。1、2、3、4、5。うん。ちょっと足りないね。もう1レベル上がると、いい感じに5発殴って逃げれるかもね。アストラ、あ、この人だったんだ。アストラの兄。へぇ。全く話は聞かないけどな。あれ？あ、もう一段上だった。いやー、だいぶ順調だったなー。異形のソル。はいはい。結果、深みだからこれか。これ直剣なんだ。じゃあちょっと残りは、武器か。新しく手に入ったのが、あー、ハントレスの手斧感ある。これと、ドラン。こうすると、おー、
ああ、はい。なるほどね。これはもう進行がないから無理なんだけど、まあ、ランスだね。あ、こうかなー。で、ああ、パリーができるのこれだけだもんねー。ある程度こう、うまく進めれてるんだねー。変化ね。強化するには、例えば、ああ、塊がいるんだ。ああ、だいぶ育ってきたねー。ちなみに、直径、トゲの直径を触ってなかったのか。うわ、なんか、すごい絵面の。まあ、とりあえずね、いい感じに進んだんで、次回はさっき、やったマップか。なんだっけ。神の聖堂か。ここをちょっと、もうちょっと探索して、っていう感じかな。イルシールに行くために、そもそもアイテム揃ってないしね。鍵的なものがね。なので、そのあたりは、じっくり探しながらやっていこうかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。